阪神甲子園球場です。カイドウ対大阪、この一戦をお送りいたします。カイドウの先発は右の眉村、大阪の先発は右の根尾、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の眉村登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは宮崎。第4球は引っ張った、クリーンヒット、レフトからセカンドへ。宮崎いいバッティングを見せました。カイドウ先制の。第4球を投げました、打ちました。逆指示、ボールを取る、一塁送球、アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト、ランナーは二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げました、打ちました、取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、バックホーム、間に合うかどうか。大阪まずは1点先制、1対0。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面、打った、これはヒットになります。レフトからセカンドへ、大阪さらに1点追加、2対0。バッターは6番山田。第1球、さあ4球目、あーっ、完全にアウト。これはしっかりキャッチしていました。1回の表が終わって、さあ根尾です。マウンドに地方大会は2試合に先発をしました。いずれも投球回数17で失点が5。1回の裏、2点を追いかけます。カイドウ攻撃に入ります。先頭バッターは草野。第5球投げました、インコースのボール左へ、三塁線フェアだ。草野いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番渡嘉敷。第1球、一塁ランナーが出た、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。取った、一塁送球、アウト。ランナー三塁に進みました。大阪なおもピンチが続きます。第1球投げました、初球を打った、ショート真正面、カイドウ1点返しました。右バッターボックスは4番サッ、次は5球目投げた、打ちました、いい当たり、ライナー破った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。佐藤ナイスバッティングです。さあ、ツーアウト。第3球を投げた、打ちました、これは内野フライ。根尾余裕があります、掴んで、これで3アウトになります。1回が終了しまして2対1。2回の表、大阪攻撃に入ります。この回の先頭、第3球を投げました、打った、レフトへ上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番小泉。バッターは9番伊坂。第1球投げました、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、センターに送った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、初球を持っていけました。素晴らしい一発をベンチも祝福。バッターはトップに帰って宮崎、今日早くも2回目のバッターボックス。第2球投げました、打ちました、これはサード真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって3対1。2回の裏、カイドウ攻撃に入った、投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが、センター前進、取りました、これでワンアウト、ランナーあります。第4球を投げた、打ちました、ヒット、やぼいた、いいバッティングを見せました。バッターは8番泉、一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ、次の投球、一塁ランナー走った、盗塁を許します。第6球を投げました、外れてフォアボール。バッターはピッチャー眉村。第2球投げました、打った、これは内野ゴロ、山田掴んだ、一塁送球、アウト。第1球投げました、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、カイドウ1点返しました。右バッターボックスは2番渡嘉敷。第2球ランナースタート、キャッチャー送球、2塁セーフ。第5球投げた、打った、二遊間、ライナー破った、センター前ヒ
は打ちました。キャッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。2回の裏が終わりまして3対3。ファール。投げました。ジャンボール、空振り三振、ボール球で仕留めました。投げた、打った、流し打ち、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番藤原。第2球投げた、打った、いい当たりだ、一、二塁間ライナー破っていった。藤原ナイスバッティングです。さあ投げた、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、根尾いいバッティングを見せました。カイドウ投球は3球目、投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターバックホーム、カイドウリードを奪われました。4対3。バッターは7番石川。第1打席はレフト、投球はこれから3球目、打ちました、センター前に出る、取りました、これで3アウト。スターは佐藤。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。佐藤ナイスバッティングです。第4球を投げた、打った、いい当たりだ、打球は右中間に上がった、ワンバウンドヒット、ライトからセカンドへ、オーバーツーベース、大阪逆転のピンチを迎えます。左バッターです。さあ5球目打ちました、当たり少ない、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げました、初球打ちました、前進守備の間、一塁へ送る、根を取ってアウト、これで2アウト。ストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、148キロ直球、空振り三振。さあ4球目打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、ボールが点々と転がっている。小泉いいバッティングを見せました。バッターは9番伊坂。投球これから4球目、打った、痛烈な当たり、センター前、クリーンヒット、ボールは中継、伊坂ナイスバッティングです。受けた、初球バント、ピッチャーが左へ転がった、ピッチャーから一塁送球、アウト、確実に送ってきました。さあ6球目投げました、チェンジ、ランナー二塁、投げた、打ちました、いい当たり、一、二塁間の当たり、抜いていった、ノーアウトで同点のランナーが出ました。サード掴んだ、アウト。ラン第3球を投げました、打った、左中間へのフライですが、スライディングキャッチ、ファインプレー、これで2アウト。次は5球目投げました、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、伊佐一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。この回のトップバッターは藤原。第9投げました、初球打ってきた、抜けた、藤原二塁を狙う、藤原ツーベースヒット、先ほどヒットを放っている根尾、追い込んでから投げた、打ちました、これは内野ゴロ、オーバー一塁、ベースを踏んでアウト、海道なおもピンチが、強球を投げました、見逃し三振、外角高めいっぱいに決まった。第3球は低めボール球を打った、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。第8球を投げた、空振り三振、バットアウト。第5球投げた、打った、い当たりだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。根尾3人でプー、投げました、初球から打ってった、フラフラと上がった、掴んでこれで3アウトになる。第3球打ちました、ライナーヒットになります、泉ナイスバッティングです。第7球を投げた、打った、眉村追い込まれていますがファールで粘っています、三振、キャッチャー二塁送球、盗塁を許します。投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッター渡嘉敷、初球打って出た、打球は右中間に上がっている、ヒット、泉一気にホームへ、センターからセカンドへ、大阪追いつかれました、4対4。初球ストライクから打ちました、根
レフト前進、取ってこれで3アウトチェンジ。投げました、打った、ショート左、ショートから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターも投げた、内角低め、空振り三振。ランナーは4番藤原、今日は3ランナー、追い込んでから第4球を投げた、落ちる球見逃す三振。最後は1球打ちました、初球打ち、レフト前ヒット、クリーンヒットです。佐藤投げました、打った、キャッチャー落下点、バックネットの前でボールを第2球投げました、打ちました、いい当たり、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして、投げた、流し打ち、逆指示を取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました、ショート正面、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番石川、今日4度目のバッターボックス、第4球を投げました、打った、いい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。次は6球目、ランナースタート、打ちました、渡嘉敷ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ファーストランナー第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー、やった、破いた、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナー出ました、ボールを二塁へ送った、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました、投げた、打ちました、バッタ引っ掛けた、石川バックしていった、レフト前ヒット、あーっと高い球、中間へのフライ、ランナー一塁に戻ります、取りました、第2球投げた、打ちました、セカンド右への打球、セカンドから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。第2球投げました、打ちました、イブイゴロ、オーバー、勝った、オーバー、ベースを踏んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、二遊間、ライナー破っていった、宮崎いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しは3球目、宮崎スタート、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功、次が6球目、投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、一塁へ送る、アウト、カイドウ、なおもピンチが続きます。さあこれが試合を決定づける場面となるか、投げた、もう第2球投げた、見送ってストライク、第3球を投げました、打った、ファール、追い込んでから第4球をジャイロボールに送ってボール、第5球投げました、インコース引っ張った、ライナー破った、カイドウ、土壇場、ここで勝ち越されてしまいました、大阪貴重な1点が入りました、5対4、マイムラー、ここは踏ん張れません。第1球投げました、ジャイロボールストライク、第2球打った、い当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取りました、これで3アウト。9回の表が終わって5対4、大阪1点勝ち越しです。ハイドウ、この回は2番からの好打順、先頭バッターは渡嘉敷、第3球を投げました、打った、フラフラッと上がった、セカンドを落下点、掴みました、これでワンアウト、もう
さて本日のヒーローは藤原。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対4、カイドウ1点差で敗れました。勝利投手はネオ、敗戦投手は眉村、カイドウ残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。